はい、こんにちは、佐藤です。あ、こんにちは、マナ。マナです。マナさん、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日、マナさんも終わりましたけれども、2018年の最後の申請ツアー、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回で2回目ですかね。2回目ですね、はい。あ、前回音声撮りましたっけ。前回撮りましたね、はい。あ、撮りました。はい、撮りました。まあ、好評につきということで2回目なんですけど、ね、はい、でも前回と比べて、まあ、2回目なんですけど、どうでしたかね。そうですね、まあ、だいぶその商品、1回目はもう商品見るのにすごい圧倒されてたんですけど、今回はまあほぼ見たいものは決まってたし、まあ、2回目っていうことでだいぶ慣れはありましたね。うーん、はい、スムーズでしたよね。そうですね、今回はなんかスムーズでしたね。お、仕入れも 1,2,3,4,5 個サンプル買って、ね、ほとんどがそうですね、新商品というか。かなり熱いですね。この特にこの2つも、まあ、Amazon とかにもないじゃないですか。ないですね、まだ。今回早めに出す感じで。もう、はい、そうですね。ちょっといろいろありまして、はい、かなりゴテゴテになってます、なってましたけど、もうちょっと本当やっぱスピード命だなって思いました。もうこの街のなんていうんですかね、この変わるスピードがあまりにも速すぎて、うん、もう自分もそれについていかないと本当に置いてかれちゃうんで、うん、ちょっと改めて来てよかったですね、うん、自分を勝つ入れるためにも。はい、でもこれ普通に考えても、はい、今売られてるもののバージョン上がったものだったりするじゃないですか。そうですね、ほぼバージョン上がってますもんね、うん、そうです。だから高く売れたりするっていうイメージもつくし、はい、出せばまあそうですよ、ね、半年とか1年ぐらいは行く商品だと思うんで、行きますね、はい、早く出して、出さないと。そうですね、ほんまですよね。うん、もったいないですよね。もったいないですよね。またそれ人にやられちゃいますからね、うん、こっちもそうですからね。はい、うん、ぜひそれでやります。ほんと、まあ、2つで月200万から300万ぐらい売れそうなイメージですけどね。はい、はい、これでいけなかったらお前何やってんだってなりますよね、また。お前何しに来たんやみたいなのになりますよね、ほんと。でもまあ打ち合わせしたらもう何よりもマナさんがね、はい、自覚している通りこう、まあ、いろいろ外注も使いながらそうです、ね、スピードで進めていくみたいな打ち合わせだったじゃないですか。そうですね、もう今回はほぼ自分はもう何もやらないって感じで全部人にやってもらうつもりでいるんで、うん、じゃないとちょっと働きながらもあるんで、うん、ちょっとまたアップアップになっちゃうんで、うん、その辺のちょっと時間配分とか人の配置っていうか、そういうのもしっかりやっていかないと、うん、今後やっぱり売り上げとかも上げていけないと思うので、うん、はい、うん、深センは僕も4ヶ月ぶりぐらいに来ましたけど、はい、やっぱ発展してましたね。そうですね、うん、商品また新しいのが増えていて、うん、早いですね。とにかく日本はもう1年とか変わらないんですけど、うん、もう見るもんも家電量、うん、とか言ったら限られますけど、うんうん、そうですね、こっちはやばいですね。もうどん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 増えてきて、だからまあ来てみて分かることってやっぱありますよね。ありますね、やっぱ来ないと分からないですね、これは。あ、まあ、1回目もそうだと思うんですけど、うん、2回目実際、まあ、来て、はい、どんなのが良かったなと思いましたか。どんなのが良かった、来て良かったなって感じることは。そうですね、なんかやっぱり改めてやっぱりその時代の流れの速さっていうかね、うん、なんか本当ただぼーっとしてたら毎日ただ本当置いてかれるっていうのがありますよね。やっぱり自分もその時代に合わせて成長していかないと、やっぱりなんかなかなかしんどくなってきますね。うん、確かに確かに、はい、そうですね、まあ、あのホテルも変わってよかったですね、今回も。ホテルはいいですね、ここ安いし、安いですし、ご飯も美味しいですし、うん、あと部屋も綺麗なん で、うん、で近いじゃないですか。近いですね、市場に、うん、最高ですね、目の前なんで。ここはもうホームグラウンドですね。そうですね、ここをメインにして。そうですね、これ多分誰が来ても喜ばれると思いますね。あ、本当ですか、はい、おー、ありがたいです、はい、でもなんかこれを機にまたね、4月もこういう機会来ようかなとか、はい、そうですね、それまでにこれ全部出して、はいはいはい、ある程度軌道乗せて、まあ、会社は有給使えばいつでも来れるんで。もう、はい、結構じゃあ前向きにどん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 定期的に来ようかなって感じですか。来たいですね。あ、ありがたい。やっぱ楽しいですよね、やっぱりこういう海外来ると。あ、日本にない発見はがありますし、うん、なんかやっぱり自分の普段の
なんていうんですかね、ちょっと足らない部分とかも分かってくるんで、うん、はい、改めてちょっと気を引き締めないとダメだなと思いますね。ツアーのじゃあ結構満足度も高いですか？高いですね。今回は特に高いですね。前回はちょっとやっぱり全然分からなかったんで、その商品の見方とかもほとんどなんかリサーチしていったんですけど全然分かってなくて、うん、今回はそんなこれ欲しい、これあれ欲しいぐらいしか考えてなかったんですけど、でも行ってやっぱり、うん、あ、これは絶対売れるなみたいな感じで自分でそういうシナリオは立てていたんで、うん、の中で、うん、だからそうですね、ちょっと成長はしたんじゃないかなとは思いました、はい。あとあれです、あの価格帯もまあお手頃ですか、ツアー参加は？だいぶお手頃だと思いますね。で、やっぱ何ですか、回数来るならやっぱりそうですね、かなりお手頃だと思いますね。他のやっぱりこういうツアーとかって相当高いと思うんで、うん、なかなかハード高いですよね。うん、こまめに来れるにはこういうのも、そうですね、初めての方もリピーターでも、はい、ありがたい話ですね。いいですね。うん、まあ、そういう面ではちょっとだんだん多くの、まあ、興味持たれている方もいらっしゃると思うんで、はい、まあ、初めて来たいって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、不安もあったりとか、そうですね、まあ、そういう方に向けて何か一言ありますか？そうですね、まあ、初めはやっぱり何をするにしても不安や、うん、なんか不安とかあるかもしれませんが、うん、まあ、とりあえず一歩踏み出して勇気を持って、うん、そうすればまあなんとかなると思うんで、うん、まあ、それが慣れれば2回目、3回目と、もう何の抵抗もなく進めていけると思うので、うん、まあ、まずはやっぱり行動することですかね。はい、分かりました。はい、まあ、今、2000万の融資も出て、追加で500万も出て、そうですね、その500万をちょっと回していこうかなと思ってます。はい、じゃあもう物販でどん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 ぐるぐる大きくしていく感じですか？はい、もう自分の自己資金は使わずに。あ、素晴らしいですね。使ってやってたらね、やっぱり増えないんでお金が、うん、はい、生活費のこととかもありますし、うん、はい、なるほどなるほど、やっぱりビジネスはどんどんそういう融資をうまく活用して進めた方が余裕が出てくると思うんで、うん、はい、分かりました。じゃあ今後もよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。